の今年の漢字はつなぐ。それではクロリさん、なぜ今年はつなぐという漢字にしたんですか。はい、取材やロケを通して人の思いをつなぐことだったり、人とのつながりを今年は特に大切だなというふうに気づかされたからです。それはどういう時に感じたんですか。そうですね、例えばスポーツの取材が今年多かったんですけど、もうスポーツのチームのみんなの思いがしっかりつながっていること、そういうところにこう大切さを感じましたね。英語つなぐですか。英語、そうですね、なんかあんまり綺麗な言葉じゃないけど、コネクション、英語で言うとコネクションなんかあんまり素敵な言葉じゃないですね。日本語だとね、車に糸になんか素敵だけど、コネクションってなんかさ冷たい感じがしますがすいません、なんかボロボロだった。